ルルアの母親ロロナ、そして警備団団長ステルク。二人は何が眠るかわからない東の大陸の調査へと向かうことにしたのです。すべてはアーランドの人々のため、人々の生活をより豊かにするため。二人は慣れ親しんだアーランドを離れようとしていました。だいぶアーランドから離れちゃいましたね。ああ、そうだな。次に帰ってくるのは何年後になることか。ロロナ君、ルルア君のことを本当に良かったのか？はい、大丈夫です。ルルアちゃんはとっても強い子だから。むしろ私の方がダメですね。ルルアちゃんとずっと一緒にいたい。うん、そうか。では今からでも。いいえ、行きますよ。だってこれはみんなのためだから。私の唯一の取り柄、錬金術を活かせるならどんなことだって頑張ります。それが錬金術師ですからね。そうか。いやはや、いつの間にかたくましくなったものだ。ではそろそろ行くとするか。東の大陸では何が待っているかわからないが。きっと大丈夫です。私とステルクさんが一緒ならね。あ、そうだな。では行きましょう。